今日の動画はですね、IC や LSI の取り扱いについてちょっとお話ししてみたいと思います。製作を始める前にまず部品を集めるのですが、この時の取り扱いが悪いと、物によっては壊れてしまったり、あるいは特性が劣化する可能性があります。最も注意を要するのは CMOS IC、または LSI です。人間の体には常に静電気が発生しています。セーターを脱いだり、車のドアに触れた時にバチッと電気を感じることもあるかと思うんですが、この静電気は空気が乾燥している時ほど高電圧になり、数千ボルトから数万ボルトという値になります。ただ電流が流れる電流容量が極めて小さいので、通常問題にはならないんですが、CMOS IC または LSI はサージ、サージとは瞬間的な過大電圧、過大電流のことなんですが、これに弱いですので無造作に扱うと静電気で壊れてしまうことがあります。 CMOS IC または LSI を購入すると必ず黒色の導電スポンジに差し込まれて売ってますよね。導電性の袋に入れたりアルミホイルに包んだりしてあるものはこのためなんです。このように書くと必要以上に神経質になってしまう方がいるかもしれませんが、最近の IC はこれらの静電気破壊に強くなっているので極端に心配する必要はないのです。 IC を持つときに指をピンに触れないようにするという程度の注意で十分なんです。僕の動画でも IC は使ってますが、指でピン触ってますよね。あれ良くないんです。そして CMOS 以外のバイポーラー IC、また例えばオピアンプですとかチューナーアンプ、これらの専用 IC その他などは基本的には CMOS IC よりは静電気に強いのですが、稀に弱いものもありますので、前期のような注意をするに越したことはないのです。またですね、床に落とすくらいの機械的ショックで壊れるということはないんですけど、信頼性の低下、一度落としたものを使いたくないですよね。それから特性の劣化を起こす可能性がありますので、このようなことは極力避けなければならないんです。今日も簡単な動画になったんですが、 IC と LSI の取り扱いについての動画でした。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。